プレゼントです。またすぐにまた届きました。あすごーい、ベビースターラーメン、ベビースターのチキンラーメン。これはスナックっていうことだよね。あの小さいやつ、丸くなってるやつ。でもそうか、うん、これを丼に入れたら食べられそう。え、そうなの？これは違うよね。こういう丸いちっちゃいやつ。あ、そうか。そうそう。そういうことか。そうそう、丸くなる。チキンラーメン味じゃなくて、チキン味のベビースターラーメン。うん、そう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 。それの、普通は、あの、一本ずつなのが、こう、くるって丸く、なんか、スナックっぽくなってるの。ありがとう。ありがとう。ドクロケン好きです。あー、なんだこれ。なんか、立派なポテトチップス。あ、こっちこっち、八百屋さんのポテトチップス。へえ、初めて見た。こんなのが好きなんだよね。すごい、なんか贅沢なポテトチップス。すごすぎる。そしてずんだ餅。え、ずんだ餅、ずんだ餅。あ、カントリーマームずんだ餅味。餅味、道の駅名物ずんだ、東北土産、カントリーマーム。カントリーマームもいろんなの出てるね。チョコのやつだっけ？うん、クッキー。クッキー、クッキー。チョコチップが入ってるような感じのやつ。あ、そうそうそう。はいはいはい。ちょっとしっとりしてるやつ。これ何？そして歯磨きを食べる。歯磨きを食べる。え？歯磨きがフードにかけて。時フードに混ぜるだけ。フードってことは猫用ってこと。歯のお手入れができる。そうだね。だってこんな歯だもんね。あ、本当だ。トギッとして。それで俺が食うのかと思って。そんな便利な人間用もあるったらすごいけどね。すごいね。ありがとう。ありがとうございます。キャン君、ポンちゃんにとっても。最近ちょっとしてないねみたいな時はいいかもね。そう、ポンちゃん特にね、できないのでね、あんまりね。私の好きなアンズボー。これはマオイさんだわ。これを凍らせて食べるの好きです。ほほほほ。そしてなんかすごいものが次々見えているんだけど、キノコの山クッキーバニラ味。バニラ味、珍しい。またかわいいね。はい、どうもありがとう。そしてこれもいい、ビスコ焼きショコラ。これ結構ちょっと前にあった？乳酸菌が1億個。うん、ちょっと違うと思う。ショコラだからこれは新しいかもね。焼きビスコは見たことがあるね。なんかね、私は時々ね、なんだっけ、バターなんとかとかいうやつを買ったことある。ほう。うん。これとは違う方。はい。そして、これ生鮮食品に入ってきてるよ。すごい。何この立派な。めっちゃ立派なアボカド。アボカド。こんな高そうな立派なやつは買ったことがありません。ね、うちはあの、お買い得な時しか買いません。はい、すごい立派。ありがとう。すみませんね。大好き。大好きだけど、すごすぎる。先に、でかいものはスルーして。これは、くるっと、簡単一巻き。ああ。袋をね、ここにキュッて止めるんだ。そういうことか。あ、いろんなこと考えるね。へえ。ちょっと閉じとかなきゃってやつね。こういうのにも使えるって。あの、あ、充電コードとか、はい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 。ちょうどいいかも。あ、生配信で見えちゃってるからかな。冷蔵庫に保存。あ、くっつくんだ。ピタって。あ、磁石もついて、もうなんか便利もんがいっぱいあるね。ね。そしてメインの前に金柑。金柑美味しいよね。金柑はなんかさ、風邪にいいとかって昔言ってたよね。うん、金柑をたくさん食べると風邪ひかないよみたいなことをよく子供の頃言われたような覚えがあります。本当、うん、なんか柑橘系はみんなだけど、まあね、特にね、金柑は言われてたよね。なんかね、美味しいよね、はい、そしてこれはすごいぞ。甘くて美味しい。なにこの立派そうなやつ。立派なやつ、大変だぞこりゃ。よいしょよいしょ。これがね、パイナップル好きなんだよね俺。よいしょよいしょよいしょ。あの、さっきから好きなんだよね攻撃してるけど
気使ってじゃないんだよね。これ本当に全部好きなものばっかりが集まってるんですけど、うん、ハニーって書いてある？見えない、こっちからで。ハニーグロウ、なんかちょっと甘いのかな。どうだろう、デルモンテ、すごい、うん、良質のやつって感じだね、うん、美味しそう。あと青みがもうないから熟してるよこれ。そっか、あ、いい匂いがする。ここが匂い、ここに寄ったら、ここここに寄ったらここ、あ、ここじゃないの、ここ、ね、周りにね、あ、そうなの、汁が出てる、もう、あ、本当だ、すごい匂いがする。どうもありがとうございました。ありがとうございました、ごちそうさま。もうすぐ食うよこれ、すぐ食う、あ、それね、はい、プレゼントが届きました。これは一体何でしょうか。何でしょう、いやそれを巻くんだと思うね。でして、あ、っていうよりこっちを開けるって感じかな。そうかな、なんだっけ、あのあれだよ、で、キュっていうやつね、そう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 、真空にして、そうで、これは真空になるわけではなくて、これに入れて真空にしたら小さくなるっていう。そうそうか、そう思うよ。で、だからだんだんさ、うん、あれしてくるんだと思うよ。なるほど、今これは紐物のような状態になっているけれどもこれが放っておくと、うん、また空気を吸って、よしよし、頑張れ頑張れ、なるほど、頑張れ頑張れ。ちょっと近未来的な感じを、想像してたんだけど、これがそういうやつだったんだ、ね、そうそう。で、これはこのカバーに入れておくと自然に目玉焼きになるんだね。はい、犬猫クッション、犬猫用の目玉焼きクッションになる予定です。これはじゃあじっくり膨らむのを待って、こっちがトーストで、あ、そういうこと、これはパンです。あ、そういうことか、これがトーストで、これを変えられるってことね、目玉焼きさんになります。わかりました。あ、これさ、うん、丸だから、丸いのを、薄手の丸いのを入れてここに乗せたらこういう感じ、うん、そうだね、ねえ、そうだね、そうだね。これの上にジャン君ポンちゃんが乗ったら面白かわいいってことだね、はい、トーストのポンちゃん乗せみたいになるわけだね。そうそう、海苔が乗ってるみたいな。はい、どうもありがとうございます。ちょっとあの意外なものでびっくりしました。楽しみにしています、うん、楽しみ。ジャン君、目玉焼きに乗っているジャン君、ジャン君、もうあと何日か、1週間ぐらいでジャン君お誕生日を迎えるらしいね。いくつ？9歳か、あ、違う、10歳。ジャン君10歳だよ。ジャン君、すごいね、10歳になるの、ジャン君。ジャン君、すごいね、ジャン君。今、ジャン君のお誕生日、あ、これはお誕生日プレゼントとしていただきました。よかったね、ジャン君。そして、ジャン君のお誕生日には、マオイママさんが初めて動画を作る、動画って言っても写真をね、大量ね、スライドショーみたいにしたやつを作ろうかって。なぜならばですね、クロケンが管理していない写真がジャン君ポンちゃん山のようにあります。外付けハードディスクを、写真で埋め切っちゃう人です、この人はね。ということなので、それをまとめて、25日の日に、公開しようと思っていますので、まだ一個も作っていませんが、絶対作りますんでよろしくお願いします。これもね、ジャン君たち用だよ、はい、私もとポンちゃんが乗っかりました。なんかずいぶん猫が好む
なんか触り心地とかがあるのかな。シュベシュベだよ。あとは丸いっていうやつだ。丸か、猫サークルか。かもしれません。はい、アップ。